ということで今回ですね昨日の乃木の乃にご帰省の富里奈央ちゃんが初出演したと奈お奈おが初出演したということでその乃木のの内容を振り返り感想を話していきたいと思いますそれでは早速やっていきましょう はい、ということで、なおなお初出演のノミノの,の,のめちゃくちゃ良かったっすねもう。とにかく癒されました。二人のトークが可愛いし、面白いしっていうので。で、また、あ、やっぱりなおなおが普段から結構、その、アイアメンと話してるのもあって、その、ラジオで初めてこう、ちゃんと話すっていうご期待がね、今までは多かったと思うんですけど、そうじゃなくて結構もう、すでに話してるっていうのがあって、その、慣れてる感じとかがすごい良かったなと思いましたね。で、まあ内容としてはあ、恒例のね、30秒自己紹介があって、 でえー、好きな食べ物はクッキーとかココアとか甘いものが好きですよと、可愛い,いと、その時点で可愛い,いと。で、得意なものは、モノマネもうね何回も披露してると思うで,ですけど、ノマネそれで休みの日はゴロゴロしたりとか、いっぱい寝てますよとで。あとは動物がすごい好きでっていうところで風船がね、割れちゃって、まあ、結構ね、このなおなおは30秒の風船の自己紹介、怯えてるね、怯えながら話してる感じもね、ありましたね。で、その30秒自己紹介のことについていろいろ話してましたけど、ね、ごきついが先輩に初めて会うときに、なおなおだけ 社長さんのモノマネをしたっていうまあ、普通に自己紹介する子がいたりとか泣いちゃうね子がいた中でいきなりもうさ初めて先輩に会う時にモノマネをしたっていうまあこれねそのご規省発表される前とかのモノマネしてした子がいたんだよみたいな話とかもありましたけどまあ、これがねなおなおだったよっていうねことでまあこれもねもう皆さん知ってたことだと思うんですけど本当にすごいっすよね初めてでできないっすよねなかなかねそうなおなおは何が何でもね覚えてほしいと思ってまあ、ちょっと恥ずかしい気持ちもあったけどやったっていう 本当すごいなって思いますね。で、あとは結構ね、あの、めんとか、先輩とかに、ナオナオはね、話しかける、どんどん話しかけに行くみたいで、そう、バスラの時も、あやめんと話したよって言って,てそう、朝ごはん何食べましたっていうのに聞いたって、何その可愛い会話 <laughs> 何その世界で一番可愛い会話ねえ、で、あとはナオナオはね、赤ちゃんみたいで可愛いってあやめんがね、言ってためめちゃめちゃわかりますよね。もう共感 しかないと <laughs> バスラで、えー、朝にナオナがね、パンを一点を見つめて、赤ちゃんみたいに食べてて可愛いってね、アイめメン言ってましたけど、もう想像しただけで可愛いもんね。一点見つめてパンをナオナが食べてる姿あもう絶対可愛いやんと <laughs> いうことで。で、あとはね、質問コーナー,あーみたいな感じで、アイめメンが質問してナオナが答えるみたいなとこがありましたけど、そうまずはね、あのー、ちょっと大人っぽいよね、みたいなことをアイアメンが話してて、質問行く前に。で、身長がでかいからかな、みたいな話してて、身長今ね、164センチと。 いいうことみたいでドキ <laughs> ドキなおなおの方がでかい説ありますと。<laughs> ということでね。いや、いいですよねの。赤ちゃんみたいな感じなのに背がでかいっていうのが、たまらないですよね、なおなおは。で、えー、質問まず一つ目、えー、去年の夏は受験勉強してたっていう話で、えー、木坂たコーティスクスのオーディションを受けながら受験勉強してましたよっていうね。これ大変ですよね。オーディション受けながら受験勉強もしてっていうね。とんでもないですよね。で、まあ今年のね、え、夏はあツアーがあって、去年のね、夏とはもう全然違う。全く違うよね。もう360度くらい違うな、みたいな感じですけど、おツアー楽しみっていう感じで、えー、なおなお、 楽ししみって言ってて言ましたねツアーでなおなお見れるの楽しみでございますこちらもそれで自分の個性はあーいますみたいななんだと思うみたいな感じで、えー、怠け者なところとモノマネが得意なところっていうことで。 そう怠け者でいつもベッドでねゴロゴロしちゃう自己紹介のとか見てたけどいつもベッドでゴロゴロしちゃうよーっていうあとは部活はっていうねバトミントン部に入ってた、まあ、これもねもう、えー、皆さん知ってることかなと思うんですけどバトミントン部に入ってたよっていう、えーね、で,で,でそこの中でお互いホワホワしてるとか、ね、褒められるとなおなおは照れちゃうっていうねかわいい 見にくいでね、ぜひ皆さんなおなお方のことを褒めてあげてください。で、あとは最近気になっていることが、全国ツアーの時に持っていった方がいいものはあるかっていうので、あやめんがね、えー、必要最低限のお泊まりグッズ持っていった方がいいよとか、あの首に巻く枕のやつ、飛行機とかの新幹線とかね、たくさん乗るから、その首に巻く枕のやつとか持ってってるメンバーも結構いるよみたいな話をしてて、なんかそういう、良かったよね、このあっち側のさ、あっち側というか、メンバー側のその前つの。 もいいもののの持っっててたた方ががいいトークが聞けてねねかでです、ね、でその話の流れで、ね、ナオナが、あやめさんはなんか人形をね、持って行ってそうみたいな <laughs>、人形を抱いて寝てそうみたいな話になったけど、で、ナオナは布団派だよみたいな、枕の横に熊の人形が置いてあるよって、あやめもそう同じって言ってたけど、枕の横に熊の人形が置いてあるねてね、熊も幸せだろうなナオナののさ、布団の枕の横にさ、置かれて、人形も幸せですよと、熊ちゃんも幸せですよと。で、その前途に、その クマの人形を持っていく約束してましたねで、えー、次最近気になっていること2つ目が体力が ね、なおなのほがなくて、えー、体力作りあやめさんどうしてますかっていうのを、ね、聞いててあやめは体力が結構あるとね部活とかその、ね、や,ってたわけやってたわけじゃないけど体力があって、まあ、ランニングとかはねもちろん使われるんだけどライブはアドレナリンで、えー、大丈夫だって言っててでその話の流れで、えー、なおなんがねあやめんの天ンスバトルの太陽の組みちゃよかったですっていう話とかそう裏で見てみんなで可愛いって言ってましたっていうこととかまたご期生 が、アヤメンとこう、すれ違う通りつがるときに、こう、こそこそって可愛いって言ってんのがもう、アヤメン分かっちゃってたっていう、そこの間も、こう来て二人とすれ違ったときに、二人がね、すれ違って、アヤメンがお疲れ様って言ったら、可愛いってね、えー、なっちゃったでよ、いや、分かるわって分かんないだろ、お前。すれ違ったことないのに、アヤメンと。いや、でも、アヤメンが可愛いっていうね、気持ちはね、すごい分かりますよね。で、あとはね、二人とも赤ちゃんでした。<laughs> 2人ともこうほわほわしててみたいな赤ちゃんみたいな感じで2人ともお互いのことをさ赤ちゃん赤ちゃんって言ってたりとかあと2人がこうバカにしてるみたいなさ朝食の天翼の,その朝,朝ごはんトークのところとかそういう2人のこのトークも面白かったじゃないめちゃくちゃあとは今ハマってることは犬カフェに行くことっていうねすで既にもう行きつけがあるってすごいですよねそれはもうガチだわと行きつけはガチよと犬カフェの行きつけってねすごいですけどそう座ったらワンちゃんが膝の上に乗ってきて くれて寝るっていうねイワンちゃんが可愛いんですみたいなナオが言ってたけどいやいいっすねその犬も幸せだろうなク <laughs> マ、ね、の人形と犬はもう幸せだろうなっていうね、うん、こんなナオナオの膝の上に乗ってさ寝れるんすよ犬だったらよかったな <laughs> えー、犬だったら、えー、この間ねまた犬飼いに行ってトイレに行ってね帰ってきたらさっきはねナオナオの膝の上に乗って寝てたんだけど違う人のとこで寝てて怒ったよっていう嫉妬ですよねなおなおから嫉妬される犬犬のかと <laughs> そんな犬がいていいわけがない <laughs>。がねあやめさんはトイプードルに 似てますね、みたいな話とか。で、アイメンは、ナオナオは、狛犬っぽいって言ってて、僕、狛犬がちょっと分かんなかったんですけど、狛犬っぽいっていうね、話で、で、そのな話の中でね、犬顔、メンバーを、ね、誰が、どの犬に似てると思うみたいな話になって、え、ナオナオが、久保ちゃんはシベリアンハスキーと、で、な、なぎちゃんは、チワワっていう風に言ってて、まあ、シベリアンハスキー、久保ちゃんはね、まあ、アイメンは、なんかあんまり似てないみたいな感じでなってたけど、まあ、なんか雰囲気ちょっと似てますよね。うんちゃん、 ちゃんチワワはもうめちゃめちゃ似てる <laughs>。ガチで似てる。なぎちゃんはチワワでしたね、めちゃめちゃね。で、まあ、なおなはね、ワンちゃん飼ってなくてワンちゃん飼いたいです、みたいな話とか。で、まあ、ワンちゃんじゃなくて、その、なおなおの家ではザリガニとかアマゾン川にいそうな魚をお父さんが好きで飼ってるみたいで、のこの間、エンドリー・ケリーっていうね、魚を買い始めたら、ガーっていう魚に食べられて、あお父さんが悲しんでたっていう <laughs> おー。おおなんだ、その話って <laughs>。 僕、でもこのね、ラジオ聞いた後、うん、その魚のこと知らなかったんで、エンドリー・ケリーとが調べたんですよ。調べたら、あの、本当にアマゾン川にいそうな魚だった <laughs>。結構すごいね、魚で、しかもだから、エンドリー・ケリーのことが食べたのって思ったもん。びっくりしちゃった。写真見て、そのエンドリー・ケリーの。 ガーに食べられちゃうんだって、この魚がって思いましたね。ガーすげえなっていう感じですけど。なナオナはその、お父さんが好きなだけであって、ナオナはそういうのにあんまりね、その魚とかにはあんまり興味ないよみたいな。で、そのザリガニにヒロシっていう名前を、そう、飼ってるザリガニにヒロシっていうね、日本らしい、ね、名前をつけていて、で、そのヒロシも食べられたっていう、マジかよっていう。<laughs> ヒロシ食べられちゃったんだよっていうね、え、感じで。で、そのガーとか魚に食べられたんじゃなくて、そのザリガニ、ヒロシはの共食い、えね、ザリガニに食べ られてたっていうでしかもその食べたザリガニには名前を付けてないっていうね <laughs> そのなんかお父さんの感じおもろいよねその誰かにしか名前を付けないみたいな、ね、面白いですよねでもちょっと残酷ですけどねたか悲しいんだけどちょっと面白いっていう感じででも、まあ、なのはその犬の種類でポメラニアンがね解体でわかるわポメラニアンめっちゃ 僕はなおなおが買いたいです <laughs> おおやめとけお前そこまでにしとけいや <laughs> ね、あのー、そういう犬,が犬顔ね選抜をやりたいっていういろいろ々妹選抜とかやってるから犬顔選抜をやりたいねっていう話で,でなおなおがその犬顔選抜をね、えー、組むっていう組んでっていうね話になりましたねで最後ねお便りコーナーがあって 最近気づいた特技はありますかっていう、ね、メールに対して、えー、新しくメンバーの、ね、ものまねができるようになるぞよっていうナオナオがあのテレサパンの、ね、ものまねを <laughs> 披露してましたけど、まあ、これスター誕生日も、ね、披露してましたけど、えーまあ、似てはいるんですよね似てはいるけどなんかおもろいですよねナオナオのテレサパンのものまねあとはアイアメンのものまねにも、まあ、初挑戦今までやったことなかったけど初挑戦するよって感じでアイアメンが言った後アイアメンがその本人が言った後おナオナオもやれるっていう形だったんですけど まあやめめっちゃ似てるって言ってたけど、どうだど僕あんま似てないなって思っちゃったんですけど、なんかでも、二人の,のナチュラルな声がと似てるから、ちょっと似てる近いものあるから、似てたるように感じたのかなっていうのはあるんですけど。 ね、新たなレパートリーとして、アイめメンのモノマネも加わりましたよ、と <laughs>、えー、いうことで,で。あとはそのモノマネで、スティッチのモノマネ、アイめメンもお前ね、スティッチのモノマネやってて、みたいな、できるから、そのスティッチのモノマネ対決をしててね、これはもうどっちも似てたね。どっちもマジで似てましたけど、まあ、個人的にはナオナの方がね、似てるかなって、うん、めちゃめちゃクオリティ高いなって、スティッチクオリティ二人ともエグいなっていうね、感じですけ,でしたけど、そのモノマネ対決してて。えー、で、あとその右繰りとかでもね、いろいろ、やっぱ言われるみたいですね、ナオナは。 あの車掌さんとかシリーとか右グりでもやってってまあそそうすよねとだから今後はね言われるスティッチも言われるかもしれないよみたいなああいもねスティッチ言われるよみたいな話をねしてました。<noise> はい。ということで、今回はね、富澤と奈央ちゃん、8歳の鬼の脳内容をまとめ活動話していたんですけど、いや、マジでよかったっす。ほんとめちゃめちゃ可愛いし、もうトークがね、二人のトークがほんとに面白かったなって思いました。次回はね、えー、アルノちゃんが当てるみたいなので、楽しみだなと思います。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ぜひこの動画、少しでもいいなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。Twitter と Instagram も見てるんで、概要欄からフォローしてるんで、えー、フォローしてくれたらめちゃめちゃ嬉しいなと思います。バイバイ <music>